レスリング柴田三條。はい、どうも柴田です。今日はね、普段あんまり名前を出さない YouTuber の話題なんですけども、バンユンチャンネルっていう、今流行ってるカップルチャンネルの走りだね。すごい有名なカップルチャンネルをやってる、こうバンユンチャンネルってのがいるんだけども、その所属してる二人組の、バンビとユンちゃんっていうこの二人の子が、芸能事務所の、太田プロダクションに、所属することが、決まりました。で、この太田プロっていうのは有吉とかあとダチョウ倶楽部とかがいるのかな。まあ芸能事務所ではかなりこう有名な、芸能事務所です。で、まあ今日はちょっとこのことについて、個人的に思うことをお話ししたいんですけどね。まあそもそもね、まあバンユンチャンネルのことを知らない人にバンユンチャンネルをこうどういったものかざっくりと解説すると、もともとバンビ君とユンちゃんのこの二人はそれぞれが YouTube チャンネルを持ってたんですよ。で、2018年の夏にちょっとコラボをしたらものすごいバズって、すごいこう注目された、再生数が取れたっていうことで、バンビ君のチャンネルに、まあ、ユンちゃんがこう、まあ、継続的に出るようになって、でバンビ君のチャンネルの名前をこうバンユンチャンネルに変えたっていう、経緯がありまして、そっから今登録者が150万人を超えてんのかな。カップルチャンネル今、日本ですごい流行っててたくさんあるんですけども、もう1万って、ダントツ1万手の人気を持ってるカップルチャンネルになっております。で、なんか、新聞のね、インタビューかなんかでね、その、太田プロダクションになんで入ったかっていうのを、このバンビとユンちゃんが語ってたんだけども、なんかやっぱこう、ちょっとテレビに出たいんだってさ。で、こう、いわゆる YouTuber は、こう、インフルエンサーで、で、まあ、こう、芸能、事務所に所属してる芸能タレントは、こうやっぱこうテレビの、なんかこう、テレビタレントで、テレビタレントの方がやっぱこう今、地位は上だと。だから、自分たちが、YouTuber がこう芸能事務所に入ってね、で、テレビとかに出ることによって、こう YouTuber のこう地位をちょっと上げたいみたいな、テレビタレントと同格ぐらいの地位に上げたいみたいなことを、バンビ君が語っていてですね、いや、僕はね、すごい、いいなって思いました。というのもね、これね、バンビ君がね、そもそもね、ウーム所属なんだよね。で、まあ、ユンちゃんはバズっていう事務所所属なんだけども、この度、ウームからバンビ君の名前が、ウームの所属クリエイターのところからバンビ君の名前が消えまして、おそらくは、ウームを抜けて、太田プロダクションに行くっていう形になってるのよ。これはね、初めてよ。これね、まあ、みんなもうね、ウームに入りたい、ウームに入りたいって言って、ちょっと売れたらウームに入っちゃうでしょ？で、U フェスとかでさ、こうね、東海オンエアとか調子こいてさ、イエーイみたいな、加入だぞイエーイみたいな、なってさ、ウームに入れたのが嬉しいみたいな感じで、こうみんなさ、ウームを狙ってウームに入るために頑張って活動してる中で、ウームを蹴って、誰もやってなかった、太田プロダクション、芸能事務所に入るっていう、これはね、冒険ですよ。いやー、すごいね、応援したい。もちろん、バンビちゃんと、これユンちゃんのね、これ芸能新活動、こう、芸能界進出にもこう応援したいし、あと二人の中だよね。二人の中も。まあ、彼らはビジネスカップルで、実際付き合ってないって、いうことだから。やっぱでもね、こう、僕的にはね、この二人にね、仲良くなってほしい。仲良く。ね、もっともっと親密になって、もう先っちょぐらいだったらもう入れちゃってもいいんじゃないの？あんだけ仲良かったらね、先っちょぐらいだったら俺入れてもいいと思うんだよね。という感じで、二人の仲もね、こう応援したいなって思いました。いやー、頑張ってほしいですね。はい。っていう感じなんだけども、現在、この柴田、無所属です。柴田も無所属ですよ。ホリプロさん。ホリプロさん聞いてますか？柴田は現在どこの事務所にも所属しておりません。ホリプロさん、ここにメールアドレス書いておくんで。はい、そんな感じで今日はですね、まあ、人気チャンネルバンユンが太田プロダクションに入った件について、ちょっとお話しさせていただきました。柴田でした。お疲れ様です。